こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。夜になんだか始めている嫁、最近前日の夜に仕込みをすることが増えてる気がする。これまたどでかい肉が出てきたもんだ。今日市場で買ってきた羊のももだってさ、どうなるのか興味があるね。そういえば以前に羊のスープを作ってくれたことがあったっけな。ヤンタンってやつだね。同時に作ったパンもすごく美味しかった。その時の動画はこの動画が終わった時におすすめ動画として表示しておきますね。さすがにでかすぎるから半分にするみたい。像不像屠夫骨？分的挺好的。嗯，挺好。洗っているのは香菜とネギ。結構豪快だね。ニンニクと生姜もがっつりだ。全体的に塩を振りかける。なんか洗濯物してるみたいだわ。そんな絞るなら逆に。どうしよう、肉細かくする機械で野菜細かくしちゃダメなの。ダメ、それと違う。あ、ほら、古い王様、なんか時代と、時代でその奥さん何人もいるでしょ、悪い奥さんの舌を使って、王様一番好きの好きな奥さんに、こうやって今でこう刺して悪い人やってる。残酷だな。おもしをして冷蔵庫へ。はお湯、海鮮だしの素、オイスターソース、白胡椒。
蜂蜜もお湯で溶かして加えるってさ。昨日のお肉、どうなったかな？すごい水だね。昨日、玉ねぎ途中入れて、うん、僕がカメラを止めた後、玉ねぎも加えたみたい。私は忘れて、玉ねぎと、うん、あのニンニクをこの中に入れてる、うん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 、で味が入り込むようにしないと、この肉って、うん、羊の臭みあるでしょ。うん、あのコーン水してもでな、表面拭くだけでいい。そうだね。你看这给手夹的些漂亮。没嘛。哎，妈咪，哎。也好味儿了耶。哎，嗯，发现什么了？那个不仔细的。妈妈啦！妈妈啦！哎，真的，注意したから嫌だ。昨日の夜やっていたのは味付けというよりは臭み抜きだったんだね。このひと手間によって羊の嫌な臭みがなくなって美味しいものになるわけだ。今回のが味付けってやつだね。あ、本当少しトマトソース入れたほうがいい色が鮮やかに。やめたほうがいい？調味料の味だけではなく、ママの愛情がしっかりと刷り込まれていく。刚好味儿不好吃，不是你烤的。
はフェス。觉得这么大的羊腿，咱能吃几顿？早午晚这么吃，我觉得也得吃个。羊って言ったらクミンの出番。いい感じ。え、無理でしょ、二つは。これはただの焼き羊肉じゃない。ママが本気で焼き上げた羊のもも肉。熟了，就算没熟也刚，那不是几分熟牛排给打了，羊排。就算没熟哈，在里边也烤里头，里边吧已经绝对百分百熟。哇，你看熟的，你看，丝子儿的，太滑溜了，丝不掉。嗯，好吃啊。嗯嗯嗯。怎么样，味道？嗯。打一块给妈妈，儿子。真香，你给我好好打了。クミンの匂いと香ばしい肉の香り。大連にもウイグル族が経営している店が結構ある。羊肉の串焼きは人気が高い。なんといってもビールにすごく合う料理だ。どんなに癖があっても一手間加えることで良さだけを引き出す。人もみな完璧ではない。欠点は必ずある。欠点があっても見限るのではなく、その欠点を一手間加えて緩和させる。それができる人は上に立つべき人なんじゃないかな。一手間加えて一晩待つ。待つことができる人に人は動かされる。